1911年から16年までマルイギンが、住んだイエイバン・バシリエビチ・マルイギンは、ロシアの革命家であり、26人のバクーコミッサールの一員である。1887年2月3日、ロシア帝国、ウラジーミル県マルコボで大工の家庭に生まれた。1905年から、ロシア社会民主労働党に入党し、バクー、ダゲスタン、スタブロポリの プラウダ編集局で活動。1911年に5年間のカフカース、追放刑を受けた。1914年から1918年まで軍に入隊し、予備役兵の間で革命宣伝を行った。2月革命後は、ヤチゴルスクソビエトのメンバーとなり、グロズヌイトバクーのポリシェビキ等組織でも働き、8月には、ペトログラードで開かれた全土シアソビエト会議に出席。 カフカース軍軍事革命委員会においては、チフリスの第二地域大会メンバーとなり、1918年1月に軍事革命委員会初期となった。同年4月には、バクーソビエトのテレク代表となり、同時にバクーコミューンの陸海軍人民委員部員となり、ドイツ帝国とオスマン帝国の双方からバクーを防衛する戦いを指揮した。しかし、7月末に、 コミューンが崩壊すると逮捕され、他のコミューン製委員らと共に9月20日に銃殺された。ありがとうございます。